温泉神社は、長崎県雲仙市小浜町雲仙の湯町に鎮座する神社。白日別名、即日、別名、法日別名、豊久戸日泥別名、県費別名を祀る。白日別名、法日別名、豊久戸日泥別名、県費別名の与柱は、畜子等四カ国の別名とされ、そこから四面宮とも称された。雲仙においては、 大宝元年に当地を訪れた行基が大乗院、三つ明寺を解散し、同時に当神社を創始したと伝えられる。以後、雲仙岳を霊山として信仰し、当神社から、麓の諸村に、温泉神社を誕生。当初は、知事は、東、有江、ありえ、そして伊佐谷の四箇所であったが、その後も広がり現在では、島原半島内には、温泉神社を称する神社が十数社ある。 上岸2年に15位下から15位上に少女された温泉神に否定され、かつては四面宮や畜四国魂神社と称していた。公安4年の原稿に際しては、元寺に一心四面の勇士が現れ、我は非全国温泉者なりうんぬんと称したと伝える。江戸時代に島原藩の祈願書とされ、郡利家や松平屋等の歴代藩主の数計を受けた。 大正4年に原社名に改め、翌5年建社に昇格した。現在の雲仙はもともと、温泉と書いて、雲仙と呼んでいた。当社は、遠隔上は湯に浸かる、温泉とは関連を持たないが、雲仙神社ではなく、温泉神社と呼ばれている。ありがとうございます。